はい、皆さんこんにちは、山田ボスオです。今日はね、麻布にあります元祖串カツ恵比寿商店に来てます。イエーイ。ということでね、まだ若干外が明るいぐらいの時間なんだけど、今日も張り切って飲んでいきたいと思います。じゃあ乾杯。あ、乾杯。たびたび TV チャンネル。さ、やってまいりました。これは恵比寿の黒船盛りです。なんとこれで690円お得です。はい、これが大阪名物牛すじ土手焼きです。390円です。いいね。じゃあ食べてみよう。あ、ふるふる、あ、いい。あ、熱い。はい、はい、鶏皮ポン酢も来ました。さあ、鶏皮ポン酢です。いただきます。うん、安定。はい、生姜の味がついております。このまま召し上がりください。おお、あとビールください。はい、はい、ソースはかける制度になってるってことですよね。そうですね、はい、そうですよね。はい、ありがとうございます。何度かけでも OK です。あの、私薄味なのでちょっとそうだったね、忘れてた。食えません。無理しなくていい。アスパラがシャキシャキでした。おい、からのいいな、最高の組み合わせだな。さあ、串カツ界で一番好きな紅生姜が今日もあります。いきます。うまい、あっつうまい。最高かよ。これがね、鶏の軟骨揚げです。買い替え。かんちゃんが突然こんな昼間なのに誰かを呼ぼうとしています。 LINE すぐ既読つくってことは暇なんじゃね。そんなことないよね。待ってるよ。枝豆です。枝豆はね、飲み放題にセットでついてきて、今90分飲み放題、いくらさっき1250円、枝豆付きです。さあ、ちなみに飲み放題ドリンクです。恵比寿ハイボールとかいろいろとあります。はい、もちろんビールあります。はい、サワーもいっぱいあります。最近よく飲むこのレモンサワーはこだわり酒場のレモンサワーです。正直ね、この店すごい前からこれあった、飲み放題にありがたいです。ちなみに焼酎、そして芋、しそ、麦、日本酒、熱燗冷や、常温ないわ工事。そしてカクテルいっぱいあります。赤玉パンチ、赤玉パンチサワーよ。そしてウーロン茶、北海道限定はね、夕張メロンスカッシュ、ハスカップスカッシュ、リボンナポリンです。今飲み放題じゃないけど、こちらの、赤星札幌ラバービール中瓶480円、おすすめです。なんかスクラッチキャンペーン中だ。おう、さあ、エビです。エビの串カツ、最高です。あ、お待たせしました。ありがとうございます。これニンニク、ニンニクです。え、これもこれもニンニク、これもこれもニンニクです。じゃ、俺も食うじゃん。はい、ノーソースでいきます。コーンソース大丈夫。まだ熱い、まだ熱い。あ、
味がすごいの。ここなんだけど、もうニンニクいいよ、ニンニク食ってるか。うわ、くそ明日は人と会いません。これチーズ多分。はい、行ってみよう。あ、伸びない。伸びないけどチーズでしょ。はい、チーズうまいです。うまい。ホタテです。うん、串カツってビールを飲むためにあると思います。90分飲み放題は90分まで注文できます。ということで、こんな感じの飲み放題を我々は楽しんでおりますが、今度頼んだお酒はこちら、赤玉パンチ、そしてこれです。ということで、はい、やってきました、こちらです、そしてこちらです。はい、乾杯。いいよね、赤玉パンチ。お、飲みやすい。あ、ほんと？こっちはもちろんうまいよ、いつも。ただこのね、コップが冷たくて持ってられない。最高です。おい、何度がけでも OK なソース。遠慮がない。これは遠慮ないけど、趣はつける方がやっぱりある気がする。さあ、それではもう終わろう。乾杯。イエーイ。おい、行きました。はい、ごちそうさまでした。この上にもメニューが書いてます。すごいね、うまそうね。さあ、ということでね、今日は麻布にあります恵比寿商店に来ました。なんせね、朝の11時半、朝じゃない、昼か、11時半からやってるということで、昼ご飯から飲めますよ。素晴らしいと思います。さっきも言いましたけど、飲み放題90分だけど、90分ずっと飲んでて、90分に注文して終わっても大丈夫ということでしたので、まあ実質2時間飲み放題みたいなもんです。皆さんもぜひね、こちらに来て昼から飲んでもらったらいいかなと思います。エンディング撮ってるのにまだこんなに明るい。昼から飲んでるね、俺も。ということで、今日の動画はこれでおしまい。また次の動画で太りましょう。ありがとうございました。さよなら。おい、この刺身を食うシーンを撮り忘れたの、さっき。さあ、それじゃあね、刺身を食って日本酒やっと頼んだって。うん、はい、うまい。さあ、これはアサリの酒蒸し。はい、食ってみよう。アサリの酒蒸しを、おい、食べてからの、もうこれでうまいからね。しかしだ、しかしだ、酒蒸しに日本酒。